はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はバージョン 6.3 で新しい必殺技が追加されたと思うんですが、今回はそちらが追加されたことで起こり得るデメリットということで紹介していきたいと思います。めちゃめちゃ強いので、ぶっちゃけ言うとメリットしかないんじゃないかと思われがちですが、実際にはデメリットがいくつか存在してしまいます。というわけで今回はどのようなデメリットがあるのか、そちらを紹介していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは一つ目ですね。サポートの動きに欠陥が出てしまうということで、まあこれに関しては結構デメリットになっていまして、具体的に言うと、まずは盗賊。ファントムハックがかなり強くて、通常で使ったとしても4500ダメージくらいを全体にボーンとできる技なんですけども、まあ、さらにそこにスタンも入ってしまう。一見するとむちゃむちゃ強いんですけども、実際盗賊ってどこで使うかというと、盗み金策でよく使うんですね。で、盗み金策で使うといっても、盗賊って基本的には、まあ、盗む専門みたいなさ、あんな感じじゃないですか。で、自分は未だにそちら体験したことはないんですけども、なんでも、まあ、その盗み金策をやってる最中に盗賊が必殺技を引いてしまった場合、ファントムハックをして周りの敵をまだ盗めていないのにもかかわらず全滅させてしまうらしい。もちろん HP が8000とか9000ぐらいある敵に関しては、まあ、結構ありがたい必殺技かもしれないけど、まあ、ただ結構弱めな敵、まあ、要は HP が1000とか500とかそういった雑魚狩りみたいな感じの盗み金策に関してはさすがにね、ファントムハックが例えば開幕で出てしまったと引いてしまった場合にまだ呼んでもない、盗んでもいないのに、ファントムハックで全滅させてしまうとか、まあそういうことが結構あるらしいです。まあこれは結構ストレスにはなりますよね。単純に効率が落ちそうっていうのもあるし、あとは本来盗むをするターンにファントムハックをしているということは、まあ盗む効率もね、若干落ちてしまっているような、そんな感じもします。あとはバトルマスターのラッシュバーン。これなんかもむちゃむちゃ強いんだけども、まあただ一部でやっぱり欠陥が出てしまっています。まあ、というのもどこで欠陥が出るかっていうと、例えばメイブ、あそこの討伐、まあ、例えばサポートで討伐したいと、そういう時に、これまでだと、メイブがゲノムしてきた時に、まあ、いい感じにね、こう、サポートは陣に入ってくれて、で、まあ、その間に自分がなんかしようと思ってさ、で、まあ、時間に石割りをするみたいな、まあ、そういう時あると思うんですけども、まあ、その、ゲノムとラッシュバーンが重なってしまった時に、結構ラッシュバーンの範囲が広いらしくて、まあ、それで石を何回もぶっ壊されるということで、ぶっ壊されるとどうなるかというと、自分は石割りをできなくなってしまうので、強制的にその色の陣のところに入らなくちゃいけないですね。まあそうなると、これまでできていたことができなくなるということで、まあできにくくなるという感じですね。まあその他にも限定的とはいえど、例えばジェルザークとかでこれまでサポートでやっていた人、まあ今はムチマモが主流だとは思うんですけども、まあもしバトマスでやっていた人、まあ例えばジェルザークのお供がそのマグマを召喚してくると、これまでだったらいい感じに天下無双とかやってくれたかもしれないけど、そこでラッシュバーンとか引いちゃった時にはもう適当にね、まあ、敵3体いるわけですから、もう技のダメージがめちゃめちゃ分散して、まあ、その標的を攻撃しにくいということで、まあ、いろいろあると思います。あとは結構言われているのは魔法戦士、エナジーフォールなんですが、自分の MP を全て使って、なんか10倍だか20倍ぐらいの火力を一気に叩き出せる。まあ、だいたい6000とか7000ダメージくらいの結構いい技なんですよね、ダメージ的に見れば。まあ、ただこれがですね、本当に本当に使い勝手が悪いらしくて、何かを狩るときに MP の手段として、まあ、その補充手段として魔法戦士を入れるわけじゃないですか。で、その時に魔法戦士が必殺技引いたと。で、そんでエナジーフォールを使うらしいんですね。そうなると何が起こるかっていうと、すべての MP を使った後に敵を倒してしまった場合、MP すっからかんになるんですよ。魔法戦士が。まあこれは本当にね、これまでだって MP タンクとして入れていた魔法戦士が MP 自分ですっからかんにして戦闘を終えてしまうとなれば、これは本当に使いにくすぎる。エナジーフォールで敵を全滅させた場合にはマジックルーレットの効果が反映されないことが結構ありますから、まあしかも今どうなんだろう、エナジーフォールが先にやるのか、それともマジックルーレットを先にやるのか、まあ後になるのか、まあその辺はちょっとわかんないんですけども、まあちょっと調べてからね、この動画作ろうとも思ったんだけども、
ても結構途方もない作業になるんで、まあそんな感じね。まあ実際起こってることなんで、エナジーフォールで敵を全滅させて、MP がすっからかんのまま戦闘を終えてしまうパターン。あとは結構限定的でもあるんですが、スーパースターとか、あの辺なんかは例えば試練の門とか、まあ他にはそうですね、闇のキリンジとか、あの辺で結構使われると思うんですけども、まあそういった短期決戦のとこって、スパスタを入れる理由というのが、ミリオンスマイルをやってくれるためなんですね。まあところが、この必殺技、まあ要は銀幕の世界、それがあることで、開幕に必殺をチャージしてしまった場合に、まあ最初に、まずはモンスターゾーンやると。まあモンスターゾーンこれまでもあって、まあその後にギリギリスマイルとか間に合ってたんですよ。まあところが、この開幕に必殺技を引いて、新必殺技を覚えてしまうと、モンスターゾーンの後にさらに銀幕の世界を2連続でやってしまうんで、そうなると闇のキリンジとか試練の門とか、そういったところではスマイルをせずに、まあ他のサポートが倒してしまうということが結構あるらしくて、まあ完全に無駄じゃないですか、その銀幕の世界って。モンスターゾーンに関しては闇のキリンジとかで結構役立つことあって、まあ開幕にやってくれたらまあまあ嬉しい必殺技ではあったんですけども、まあただ銀幕の世界その後にやったって銀幕の世界の恩恵はまるで得られないわけですから、まあ、なので完全にこの辺はやっぱ余計ですよね。といった具合にですね、まあそれぞれまあ限定的ではあるんですけども、サポートの動きにちょっと欠陥が出てしまうといった具合があるんで、まあ特に魔法戦士なんかは自分の MP 全部使って戦闘終了させてしまいがちらしいので、いやこれに関してはちょっともう少し調整をしていただいてですね、まあさすがにエナジーフォールはしないようにするとか、まあそういったことをしてくれないとこれまで通りの動きができなかったりするし、なんつうかこうデメリットになってしまうんで、まあそこはなんとかこう運営さんがしてくれるべきなんじゃないかなと個人的には思っております。まあサポートの動きがね悪いとやっぱりブチ切れてしまうわけですから、まあちょっとこう切れてしまうということで、まあつうことでサポートの動きに欠陥でもって自分がブチ切れるね、その血管が切れる、まあその二つでねこうまあいろいろあるわけですよ。はい、というわけでこちらサポートの動きに血管が出てしまうということでした。はい、というわけで続いてですね、必須になってしまうということで、まあ実際新必殺技って、まあ先ほど言ったデメリットがあったとしても、むちゃむちゃ強いものじゃないですか。まあ例えば戦士なんかは会心が必中になったりとか、まあその他は道具使いの新必殺技も、なんかガジェットと噛み合わせれば8000ダメージ出たりとか、魔物使いなんかもまあ普通に使ってこう8000ダメージ、バトマスなんかはまあそうですね5万ダメージ出せちゃったりとか、まあかなり強い。正直それを覚えてるか覚えていないかで、だいぶ職業としての性能が違ってきてしまうんですね。まあなのでこの辺はやはり絶対に取っておくべきものになってしまっているわけ。まあそれが必須になるとどうなるかというと、単純にめんどくさいということ。初心者とかその辺から、まあもしくはサブキャラを作った人からすれば、やはりその辺をやらないとダメになるわけじゃないですか。特に最近なんかは職業クエストをやらないといけなかったりして、まあその関係でさらにその職業を使うためにはこれをやらなきゃいけないみたいな、そういう必須クエストが出てしまうというのはやはり結構めんどくさかったりもする。まあ救いなのは一応チャンス特技みたいな扱いで、まあその一つのクエストをやれば全部こう取れるわけなんですけども、まあそこだけはやっぱありがたいんですけどね。まあただあまりのその新必殺技の強さに必須になってしまうということは、サブキャラを作る意欲をなくしてしまったりとか、ニアカを作るそのねちょっとこうモチベーションが少し失われてしまったりとか、まあ、それがあるからやりたくない。まあいろいろありますからね、そのレベル解放とかもあったりして、まあそれにさらにプラス1って考えると結構重めでもあるんで、まあこの辺はねもうちょっと簡単なクエストにしてもいいんじゃないかなって思いますね。現状新必殺技のクエストを受けるためにはバージョン3をクリアしてないといけなかったり、あとは単純にクエストが結構難しいのもあって、まあそこでちょっとね俺も一回ちょっともういいかな、今日は休憩しようかなとも思ってしまったことがあったんで、いやここはねもう少しなんか緩和すべきじゃないかなと思っております。はい、というわけでこちら必須になってしまってクソめんどくさいということでした。はい、というわけで続いてですね、タイムアタックとかでの運要素がむちゃむちゃ増えたということで、新必殺技むっちゃ強いっす。ね、9999ダメージを簡単に出せたりとか、まあそういった
った必殺技って結構多いですよね。で、このタイムアタックとかで運要素が増えたっていうのは何かっていうと、必殺技を何回引けたかでだいぶタイム的に差がついてしまうということで、これまでだと必殺技ってまあ大して強くなかったじゃないですか。まあ言うてもガジェットとかその辺が強いだけで、まあその辺がまあこれまでも何回引けるかっていうのは大事だったんですけども、それはあくまでも道具使いだけの話なんで、道具使いがいて、例えば武闘家、武闘家僧侶とかだったら、道具使いがガジェットを何回引けるかでタイムは変わるかもしんないけど、まあ、ただ、これからというのは、ほとんど全ての職業が必殺技がむちゃむちゃ強いので、それぞれ何回出したか、パーティーで全体で合計何回必殺技を出したかで、だいぶタイム的な差が出てしまうというわけですね。じゃあ、例えばスコルパイドのタイムアタックをやりますと、スコルパイドその時むちゃむちゃ優しかった。別にね、アビスもするわけじゃないし、その他にもブラッドウェーブも飛ばしてこない、熱波も飛ばしてこない、そういう個体だったのにもかかわらず、必殺技が引けないだけでタイム的に上の方に行くのが難しくなってしまう。逆に必殺技こそむちゃむちゃ来たけど、ただ個体がよろしくなかった、そういうパターンとか、これまでは動きさえちゃんとできていれば基本的にそのプレイヤースキルってあんまブレることないんで、まあいつも通りの動きをやってれば基本的には全て同じ個体だった場合に同じようなタイムが出るんで、まあそれで良かったんですが、まあただこれからというのはそうやって必殺技を引けて、なおかついい個体が引けて、これになってしまったんで、まあこれまではトラシュカみたいなもんでしたね。まあ要はその当たり個体を引けばいいんで、まあトラシュカでいうところの当たり回を引けばいいみたいな感じですね。まあ基本的に自分がどう動こうとも、まあ立ち回りってあんまり変わらないんで、まあところがそこに、じゃあトラシュカでいうところのトラシュカに必殺技が追加されたと。で、たまに発動して、なんか自分の移動速度が2倍になるみたいな、まあ、それを何回引けるかで、まあ、だいぶねスコアが変わってきてしまうみたいな、まあ、そんな感じに2つの運要素が出てしまったので、いやガチでこれはねタイムアタック勢には結構過酷というか、まあ、これまで以上にいいタイムは出せるようにはなったかもしれないけど、ただこれまで以上に何十回も何百回も回さないといいタイムは出せないということなので、まあこれをどう思うかですね。まああとは今後のボスとかも必殺ありきの調整になってくるとは思うので、まあこれまで以上にボスも強くなってしまうっていうのもありますね。まあつうわけでこちらタイムアタックとかで運要素がむちゃむちゃ増えるんで、人によってはやっぱりこうつまらないと感じてしまう人もいるかもしれません。プレイヤースキルだけではなくて運も実力のうちみたいな感じになってしまいました。はい、というわけでこちら運要素が増加でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは新必殺技が出てしまったことで起こり得るデメリットということで紹介しました。まあ基本的にはねメリットばっかしかなくて、じゃあそのね今回デメリットがあるからといって、じゃあ取らない方がいいのかっていうことになると、いや絶対に取った方がいいんですよ。まあそもそも取らないと職業的にむちゃむちゃ弱くなってしまうんで、まあそこもあるし、まああとは別に今回まあ言ってしまえばこうひねくれたようなそういったデメリットでもあるので、まあその辺はあまり気にせず、まあ新必殺技をフル活用してやってくれたらいいかなと思います。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの意見もぜひともコメント欄の方で教えてください。もしよければ共有ボタンからねツイッターとかに共有してくれるとすごく嬉しいです。というわけでまた会いましょう。さよなら。